こんにちは、はちみつマイスターおしゅんです。今回は第90回目の放送になります。はちみつは腐らないという事実についてお話していきたいと思います。実際ですね、こちらの画像を見ていただいたらわかるんです。こちらが紀元前6000年前の古代の洞窟の壁画にですね、こういうふうに蜂蜜の採取している風景があってですね、この時代から実は蜂蜜というものは取り方は当然現代とは違うんですけども取られてます。エジプトのピラミッドの中のミイラから蜂蜜が出てきたということも発見されておりましてですね、蜂蜜が、その長い間ずっと腐っていないということを、じゃあなぜ蜂蜜はそもそも腐らないのかと。もともとはミツバチが食べる保存食なので、蜂蜜が腐ってしまったらミツバチが食べれなくなるということで、ミツバチたちはそういうことも考えて蜂蜜というものを取って貯蔵するという古来からの技術を持っております。これを科学的に具体的に説明する上においては、まず含有水分量が少ない、このように蜂蜜中に含まれている水分量がですね、とっても少ないんですね。で、水分量が少ないということは、まあもともとカビるということは水分があることによってカビが発生するんですけども、その水分量がとっても少ない、どのぐらい少ないかということなんですけども、一般的に科学的な水分活性値、水分が活性する値というんですけども、これが大体蜂蜜の場合は 0.8 から 0.5 ということで、ほとんどもう1もない以上にですね、水分活性値が低いということ、まあ水分活性値が低いということは水分で活性するものがほぼほぼ蜂蜜中にはないということを理解していただいたらいいと思います。それともう一個はですね、よく聞いたことはあるかもしれませんが、酸性だとかアルカリ性だとか中性だとか聞いたことあると思うんですけど、蜂蜜は酸性なんですね。で、酸性条件が pH で 3.2 から 4.5 ぐらいの pH 値になりますので、これもですね、pH が低ければ低いほど、いろんな菌、例えばブドウ球菌だとか大腸菌だとか、そういった菌がですね、繁殖する環境がないというのが、大きくあります。ですので、例えばブドウ球菌とか大腸菌とかをですね、蜂蜜の中に添加してもですね、そもそも pH が低いことと水分活性値がこれもまた低いということで、菌はここにいるんですけども、全くこう活動することができなくなって、そのまま菌が止まっている状態というふうに考えていただいたらいいのかなと思います。ですので腐っていくということがないんですね。で、もう一つは蜂蜜っていうのはすごくドローっとしてますよね。このドローっとしてるのっていうのは糖度が高い食品なんですね。だいたい 77.5 から高いものですと82ぐらいの糖度、英語ではブリックスというんですけども、まあお砂糖のようにですね、糖分が高いというもので、これもまた菌が活動することができない条件になってきます。いわば水分活性値、酸性、それと糖度、この3つが大きく作用して蜂蜜は腐らないという事実があるわけです。じゃあなんでですね、腐らない蜂蜜に、裏の表示を見ればですね、このように賞味期限というものがあるんですかというご質問が結構あったりするんですけども、まあ賞味期限というのはそもそも美味しく食べれる期間というものなんですね。ですからこれを過ぎたからって言って腐っているとかそういったものではなくて、美味しく食べれる期間を一般的に設けておるということで、この腐るということと賞味期限というのは全くイコールではなくて、蜂蜜は腐りますかと聞かれたら、蜂蜜は永遠に腐りません。美味しく食べれる期間が過ぎておるので、美味しく食べれないですかと言われても、賞味期限が過ぎてもですね、蜂蜜は正直美味しく食べれるんですが、目安としてですね、美味しく食べれる期間ということで蜂蜜の賞味期限を設けております。大体日本の場合は一般的には2年から3年の人が多いと思います。どちらが正しいというわけでもなくてですね、そこのお店さん、そこの会社さんが判断された賞味期限の設定根拠っていうのがありまして、美味しく食べれる期間を設けておるわけです。うちの会社ではですね、当然美味しく食べれる期間を設定して、蜂蜜の場合は賞味期限を2年で設定しております。ものによってはもちろんそれ以上食べていただいても腐るってことは全くありませんので、普通に食べていただければいいと思います。ちなみに今日はですね、うちのラボの方から5年前の蜂蜜を何点か持ってきました。これが5年経ったアカシア蜜です。
まあ、アカシアなのです。もっと本当は透明度があったんですけども、5年も経つと、このぐらいの透明度にちょっと色がついてきます。見えるかな？ちょっと色が濃くが出てきたとか。これ、5年経った、ちょっと菜の花が入った百花蜜なんですけども、見てみたら白っぽく。まあ、これ、蜂蜜が白く結晶してるんですけども、これが5年経った状態のものです。これ、まあ、ちょっと一番色がついてる方かな。これも百花蜜の種類なんですけども、若干蕎麦系が噛んでるのかな。見てください。白く結晶にはなっておりますけども。じゃあ食べれないのかというと、食べれる状態です。ちなみに、風味を嗅いでるんですけども、全く問題ないです。食べていただいても問題ない状態でございます。以上ですね、結論から言いますと、蜂蜜は腐らないという事実は間違いありません。なぜならば、水分活性値が低くて、それと酸性条件があって、糖度が高い。この3つがある上に、蜂蜜は絶対腐らないということになります。ただ、唯一気をつけていただきたいのはですね、この蜂蜜に濡れたスプーンであったりだとか、果物であったりとか、一回混ぜてしまうと、この時点で純粋な蜂蜜じゃなくなってしまうので、果物の果汁であったりだとか、水分から蜂蜜がかびてくることがありますので、混ぜてしまったら、賞味期限っていうのはもっと、もちろん短くなりますし、ダメになりますので、そこは間違わないで、あくまでも蜂蜜そのままのものに対しては腐らない。ということでございます。それと補足ではありますけども、じゃあ蜂蜜って腐らないからどういうふうに保存すればいいのというご質問もよくあります。で、基本的にはもう日本のこの風土でしたら常温で結構です。このまま常温でご家庭のところに置いていっていただければいいです。よくジャムと一緒のように勘違いされてですね、冷蔵庫に入れられる方があるんですけども、逆に冷蔵庫に蜂蜜は入れるのは NG でございます。蜂蜜の結晶化、こう白く固まることですね、これが早くなってくる可能性がありますので、冷蔵庫には入れずに常温で置いてください。ほんと一番いい、蜂蜜の保存場所というのは、冷蔵庫に多分皆さんもついてらっしゃる野菜室ってありますよね。あの野菜室に、蜂蜜を置いていただくと、結構温度変化が少なくて、蜂蜜が結晶もあんまりしにくくて長持ちしますので、一番おすすめは野菜室に入れていただければというふうに考えてます。以上、蜂蜜は腐らないという事実についてお話ししました。ではでは。はい、ご視聴ありがとうございました。今回の動画はいかがだったでしょうか。もしよろしかったら、いいねボタンお願いしたいと思います。また、チャンネル登録のほどもぜひお願いします。引き続き、蜂蜜のことであったりだとか、ロイヤルゼリー、プロポリス、マヌカ、ミツバチのことについてお話していきたいと思いますので、ぜひぜひご覧ください。コメント欄にこんなこともやってほしいなということがありましたら、どしどしご応募ください。以上、はちみつマイスターおしゅんでした。ではでは。